はちゃん一人でやるのあいますよっ対応してます、ね。 先の引き寄せの法則。 やってきましたさっきの引き寄せの法則の時間ですこの番組は30分番組なんですけれども私浦中さきのフリートークとザ・シークレット・ザ・マジックの方を使って実際に引き寄せの法則をやっていってみようじゃないかという番組です今日もね最後までねお付き合いお願いいたします、えー、早速ねメッセージが届いてますねミヤちゃんベ・オン・ザ・ビーチさんこんばんは はい、こんばんは。今日もね。始まりましたよ。あの今日ね。10月6日あ。じゃあ10月じゃない。11月6日よあいよいよね。もう11月に入ってしまいましたね。あと、これからがラストスパート忙しくなる時期がね。11月、12月、皆さんね。お仕事忙しくなる時期なんじゃないかなと思いますね。 はい先週はどんな1週間を過ごしていましたかと、うん、私はねなんかねあのねまだねもう長いわねあのお店をやるわよって言ってねまだ開いてないのよ時間がかかるのよね早い人はトントントンとうまくいくのに なぜかしらね、私の場合はいろんな準備があってで今はねうーん笛4まだ待っている状態でありながら早くも今宣伝をねまずね書けなければいけないということでフェイスブックとあとは私作れないからね友達に作ってもらいましたよなんかお店のフェイスブックそしてうん、えー、そして インスグラム私ね、インスタグラムってね、全然やらなかったですよね。なぜかというと、別に私自身、こんそんなに写真を撮りたいわけでもないでなんかみんなおしゃれな写真を、ね、載せてるじゃないですか。私、そんななんか、暇ないしなって。うん。みやちゃん、ペオンザビースさん。あ、はあ、お店のおおインスタもはい、そうです。 あのね、やらざるを得なくなっちゃって、やりなさいと言われて、そして、えー、そのためには、いい写真がないといけないでしょあのね、撮影もしましたよ。えー、先週じゃなくて、その前の週かなうん。はい。恋するかっちゃんさんからもメッセージ来ましたね。さっき、まなちゃん、もんちゃんかなこんばんは。 はい今日はね女性女子が3人揃ってますはいよろしくお願いしますそうなのよねオン・ザ・ピッチさんやらざるを得ないそう宣伝後こういう時だから今ここで宣伝をかけておきなさいとねうんでもなんかねやっぱりね 私自身がねアナログ人間なのでねもう下手すればねガラケーでいいよみたいなねあんまりスマホもそんなに使わないぐらいの人がねいきなりねあれやこれやねやらなきゃいけないとなるとはあ、もうで頼みたい人はねみんな忙しいでしょなかなかね頼めないうん唯一友達がねいろいろ教えてくれてそしてね今日もねあの えー、お友達のおかげで、えー、音楽。もうね、音楽もねあの、お店の音楽は、私の好きな音楽を、あのもうパソコンからかけ,、ま、かけっぱなしでいいやと思ってたんですけど、意外とそう簡単にはいかないんですよね。なんか YouTube からかけてたらね、途中でね、宣伝が入ってんの。でね、それ宣伝流れてるでしょゲーみたいな。 で次、音楽から音楽に移る時にね、止まってるの、いやーと思って、これじゃだめだと思ってで、パソコンにね、強い人にね、あのー、手伝ってもらいました。うんそうなのよ、そあのー、宣伝、写真も、私も出てます。なんか このラジオの雰囲気とは全く違う雰囲気の写真をねもうプロの方にねお願いしてメイクアップも、うん、してもらって「はいみやちゃんペンオンザビーチさん見に行くよ」って「あら来てくださるのかしら?うーん」でもね私のお店はねコンセプト的にねア,ンドアメリカ人オンリーなのよね。 日本人の方はねちょっと事情があってね入れられないっていうね、うん、気持ちだけ受け取っときはねはいそれでいろいろねなんか、うん、問題ねあのね一番ね私がねこうやってね沖縄市このコザがねなじみがあるじゃないですかでコザでお店を開く日本人外国人の方両方 OK ですってなったらねもっとね簡単に開けたと思う。 と思うんですねもうちょっとね楽だったかなってでいろんな方に来ていただけたかなと思うんですけど私の場合はね沖縄市ではなくてね近町なのでまた北のエリアなのでねそこまで来る方がまずいない友達も来てとはちょっとそこまで来てとは言えないね難しいうーんだからねなんかね大変でスタッフもね 募集してるんですけどねなかなかねあのね希望はね素直な方うん,うん難しいよねやっぱりなんかんなんか変にねやたら売り自分からなんか謎に売り込んでくる人もなんか怪しいなとか思っちゃうし疑い深くなっちゃうよねどんな人なんだろうってワクワクもするけど。 ななんかかねフィーリングかな結局は、うん、でこの人に働いてもらいたいと思うとあのあのねちょっと本業の方が忙しくてあの手伝いませんとか学みたいなね、うん、難しいなそうなんかそんなことをしてましたそしてねえー、っとでもねちょっと遊びにも行きましたようんあのね えー、私のお店のね照明をあのやっていただいた、えー、方がいてその照明のおじさんがねなんかライブが好きでであの何かしないけど那覇に住んでる方で沖縄市で仕事の時は沖縄市になんか泊まり込みで仕事をするで沖縄市来ると必ずライブハウスに行きたいというね照明のおじさんでなんかその照明のおじさんがね「さきちゃん一緒によかったらねあの ライブ生バンドのライブ見に行かないって前はねあのねゲート2のねクイーンっていうところに行きましたで今回2回目はねこの PC 通り沿いにあるあのまあコザといえばね紫あの古いねもう大御所の大御所すぎるバンドの なんかライブハウスがあるからそこにどうしても行きたいんだってでも1人ではちょっと行けないから一緒に行ってくれないって言われてじゃあ行きましょうって言ったらねあの紫の、ね、方がねあの全員じゃないのか私も詳しくはよくわからないですけど1人の方なんかあ,なあだながちびさんって方かな。 とあのバンドの仲間の人たちが生ライブ生バンドをやってましたねそしてねみん,ななんかね私以外全員おじさん軍団でねおじさん軍団でねみんなでねお酒を飲みましたうんなんかうーんなんか私より年上の方とね一緒に飲むのって久しぶりっていうかこの照明のおじさんを通して ねえその紫のバンドのおじさんたちとかねおお,おじさんだらけある意味ねなんかなあの新鮮でね楽しかったですねなんかで、ね、PC 通りに歩いてたら絶対ここだろうなっていうぐらいねすごいねジャガジャガーって音楽はなもうひもう響いてて絶対ここだろうなと思ったらやっぱりそこでねえっ、ー、と1日2回、うん、あのー、ライブをやっているうん 名前がね、何だったかな忘れちゃったんですよね。まあ、有名ですね。うん。PC 通り歩いてたらね、その生バンドの音聞こえたらもうすぐわかると思う。ここだなってね。うん。えー、ライブの好きな方はね、ぜひね、コザ。やっぱりコザはね、ロックの街だなと思いました。はい。楽しかったですよ。皆さんはね、どんな一週間を過ごしてましたかえっ、ー、とね、今日はね、えっ、ー、とですね、 あの先週に引き続き「あなたを変えた魔法の人々」っていうね項目をねやってあの3人あ私この人生を振り返って3人この人にあのあのこの人の影響力はやっぱり強かったなっていう人をあげましょうってその人のことをねあの考えましょうって。うん 私ね、3人、忙しくて3人考えられなかったんですけどね、まあなんか、ふっと思った人をね、今ね、いろんな人類助けられてるから、もうなんか、私をね、変えてくれた人はもうたくさんいる。うん、あのー、まあなんか、その中で、まあ、この人だっていうのをね、今日ね、えー、感謝の気持ちを込めてお話ししたいと思います。えー、この番組では メッセージを募集しています。メールアドレスは 761-fmcoza.jp です。ファックスは098-934-8653です。また、f m コザではツイキャストユーストリームで映像と音声を配信しています。f m コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。それではね、ここでね、一曲いきたいと思います。あのね、今日のね、 ルルス・ミゲルじゃないのなんかねあのかっこいいなと思った曲がねまたね見つけてしまったんですよはいタイガーさんからコインが頂い,いてきましたねありがとうございますえっ、ー、とねかっこいいわよこの曲ね「ザ・マトリックス」サウンドトラックね「オン・アサトマ・サドガマヤ」 隣にいるのはバナさん、バナちゃんとボンチチちゃんよ。<laughs> はい、タイガーさん。うん。ふふふ。 はいいかがだったでしょうかえーとねあの映画のねマトリックスのサウンドトラックの一つの曲なんですけどねなんかマトリックスか,か,かっこよかったよねなんかねなんでこれを見つけたかというとちょっと私のお店にかけたいなと思ってる系統の音楽を探しているときに出てきたんですよねあ私こういうなんか壮大な曲が結構好きなんだよねと思ってうん やっぱマトリックスだけあるわねと思ってマトリックスもかっこよかったけどキアヌ・リーブスねかっこいいわうーんマトリックスのキアヌ・リーブスは本当にかっこよかったうんって思いながらはいこの曲をねあの助手スてめましたはいそしてえタイガーさんからねメッセージ来てますねモンチッチさんもいらっしゃるのですねエンソさんは今日いない 演奏さんは今外で何か雑用されてるのかしらね今はあの女子3人で頑張ってますわよはーいえー、っとそしてタイガーさんオーケストラの演奏は最強ですねねえ何かねかっこいいですよね、うん、またねかっこいい曲を見つけたらあのお届けしたいと思います皆さんね楽しみにしててくださいではね ここで、ね、メッセージが届いてますわよ。はるみ姉さんのコーナーですよ。はい、これも、ね、関西弁でいきましょうね。さきさん、こんばんは。京都は日中は暖かかったのですが朝夕が寒く寒暖差が大きくて主人も私も少し風邪気味です。ただ嬉しいことが1つ 我がが家の愛車がリニューアルでできそうです。今乗っているのがもう8年くらいになっていてお金もないけどそろそろ寿命かと主人と話していたところ主人のお父さんの知人で中古車販売をしてはる方がおられてその方のお世話で新しい車がゲットできそうです今度咲さんに会える時にはおそらく新しい車で会えると思います でももちろん中古車です。なんだかうれしくて、京都よりはるみ姉さん。はい、ありがとうございます。うん、なんか、あの、沖縄もね、あなんか寒いけど、風かな、沖縄は。風が冷たいのかな。うん、だけど、ね、内地はね、もっと寒いんだろうな。 うーん寒いのは私苦手だからな、ね、京都は寒そうですねそして新しい車なんか新しい車まあなんかあの筒乗ってる車も愛着があってねなんか大事に乗りたいなと思うけれどそろそろあもう変えなきゃいけないかなっていう時にちょうどいいタイミングで車がやってきたんですねよかったですね 車新しい車が欲しいなと思った時にちょうどいいお手頃なお値段で車がやってきたということは引き寄せられたのではないでしょうかね良かったですねうん新しい車なんかワクワクしますよねうんなんか気分ね新しくまたなんかワクワクするな私今乗ってる車が2台目なんですけど 一代目の時も新しく初めて買って嬉しくて沖縄でね初めて買って乗ってて嬉しかったんですけど二代目にした時もねなんかワクワクしましたねうんまあねちょっとねあの今の車はもう大事に乗ろうと思ってますうん寿命が来るまでねねえ8年も乗ってるってすごいな私まだね新しい車になって2年ぐらいですからねまだまだね 乗ろうかと思ってます春美姉さんえっ、ー、とメッセージありがとうございますまたね待ってますよありがとうございますではね今日はねここでねえっ、ー、とあらタイさんから来ましたねそうですよ春美姉さんのコーナーですよもう定着してるのそして何これ <laughs> 松崎茂さんから <laughs> こんばんはって 真っ黒な写真がね。添い付けられて。<laughs> 来てますわね。あら、おや。おや、あゆみちゃんをしようって。来てますね。はい。ありがとうございます。初めてかしらね。うん。こんばんは。はい。えっとね、今日はね。えっ、ー、と、あなたを変えた魔法の人々。うん。時々。私たち自身の光が消えた時。 他の人の火花によって元気になることがあります。私たちは自分の心に火を灯してくれた人々に深く感謝したいものです。うん、今日はあなたの人生に影響を与えた魔法の人々について考えましょう。静かな場所を見つけて一人で座り、あなたが特に影響を受けた三人を思い浮かべましょう。 そして、その一人一人に時間をかけて、あなたがどのように影響を受け、なぜ感謝しているか、その人がそこにいるように話しかけてください。皆さんはね、人生でね、あの、ああ、この人にはもう本当お世話になったな、助けられたな、この人の言葉があって、今の私があるなっていう方、うん、皆さんね、絶対ね、いるかと思いますね。 ねなんかね、その方を今思い浮かべてみてください。うん、そしてえっ、ー、となん感謝できることをねまるでねえっ、ー、と理由もね一緒になぜなぜ感謝しているのかってねえっ、ー、とそれはね、まあ、もちろんあの友達でもいいし、うんえー、先生だったりとか。 そして家族だったりとか、ね、おじおばだったり、ね、いろんな方がいるかもしれませんね。えー、とね私はねまずねやっぱりね、うん、ほとんどの方はそうなんじゃないかなと思うんですけど私はやっぱり、うん、家族という中家族っていうのが頭にファッと浮かんだんですね、うん、やっぱり母の存在ですね。 ねえ、お母さんってやっぱりね、影響力やっぱり受けますよね。うん。えっ、ー、と、えー、松崎しげるさんから。高校時代の教師だな。あら、素晴らしいですね。定学になった時に校長に土下座して卒業させてくれたから。あら。 この高校の先生が校長に土下座して卒業させてくれたこの光景を今想像するとすごいですねうんねすごい先生に出会ってますねうんそうね私はやっぱりうん今日はねまずね母のことをね伝えたいかなと思いますねいやもう30分じゃない <laughs> <laughs> 全然母のことって言ってなぜならって言ってないの <laughs> あのまたね続き来週言いましょうね皆さんね今日もメッセージたくさんありがとうございます、えっと、またねえー、っと皆さんね1週間楽しく過ごしてくださいはい今日もメッセージ本当たくさんありがとうございます月曜日夜10時「先の引き寄せの法則」お相手は私浦中先でした ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございます。タイガーさん、しげるさん、ありがとうございます。はい、おやすみなさい。